バツ先輩、始まりますよ。いいですか、バツ先輩。尻尾だけ起きるな。ね、ツン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 、おでんツンツン男改めパグツンツン男。お父さん、始まりますよ。お父さん、もうそろそろ起きる時間でしょ。まあいいか、まあね、始まったらね、役者スイッチが入るパセフですから。ということで、豆腐パセです。今日はですね、最近買ったものを一通りちょっとご紹介できればなと思って、カメラを回しました。じゃあちょっとお待ちください。ほら。ね、はい。別に全部 Amazon で買ったわけじゃないんですけど、まずはちょっと食事代をね、今回新しいの購入しました。でドバーン。はい、こちらですね。これなんか、全部英語で書いてあるから、海外のメーカーのやつなのかな。こんな感じで、2箇所ね、こうやって、お皿で入れる場所がついてるのを買いました。というのも、ずっとね、この、ちゃぶ台をね、使用してるんですけど、水飲むときと、あとね、食事するときでね、こうやって入れ替えてたんですよ、いつも。それがね、もうめんどくさいということで、もう一気にね、両方ね、そのまま置いとけるってものにしました。ただこれちょっとね、買ってみて難点気づいたんですけど、これお皿4つついてるんですけど、なぜか、浅いの1つ、深いの3つついてるんですよ。ほら。なんでっていう。ね、2つずつにしてくれればすごい使い勝手よかったんですけど、パスタほら、深いのさ、ちょっと食べるの苦手だから、その代わりといってはなんですけど、実はこれ普段使ってるね、これカニ皿がね、ほら、ぴったり入るんですよ。まあだからこれを選んだっていうのもあるんですけど、普段この食器を毎回洗うのがめんどくさくて、この紙皿をね、しょっちゅう僕は使うんですけど、まあこの紙皿が使えるということで、このお皿の難点はチャラということで、まあこのね、深いのは水で使おうかなって思ってます。水入れて。で、こっちはね、ご飯みたいな感じで。続きまして、トゥトゥープール買っちゃいました先輩、プール。こんな感じのね、プールを買いました。これね、この部屋でできたらいいなと思って、ね、下にビニールシート引いて、その上にプール置いてみたいな感じで。で、ちゃんとね、空気入れも買ったんですよ。空気入れと、あとホースも買いました、ホースも。ね。これでいつでもプールに入れるっていう。去年はね、まだこの時期0歳だったからプールは早いかなって感じだったんですけど、たつねぶもうね、立派な聖剣ですから、まあベランダでやってもいいかなって思ったんですけど、せっかくこの部屋がね、そこそこの広さあるんでね。はい、ということで、続きまして、トゥトゥー、新しいゲロッピーパスタ、ゲロッピー帰ってきたよね、綺麗になって帰ってきました。前のゲロッピーがもうボロボロになっちゃってたんでね、パスタ先輩の一番のお気に入りのゲロッピーくんね、はーい、ゲロッピーだよ、はーい、みたいな。このおもちゃね、パスタ、あれ嬉しくないの？パスタ、ゲロッピーだよ、ゲロッピー。ちょっとね、ヒロシデス状態になってないね。ほら、ゲロッピが構ってよって言ってるよ。そっか、ちょっと新しくてね、匂いがね、もしかしたらまだパソコンに馴染んでないのかもしれないですね。偽物だこいつって思ってるのかもしれない。で、ゲロッピの横にこれもあったんで買っちゃいました。トゥトゥー、偽物のゲロッピ。しかもでかい、なんか。以前うちのドラえもんみたいな母親が間違えてね、ゲロッピ違うの買ってきちゃったと思うんですけども、新たにまた、偽物のゲロッピが。ちょっと腕でかくないこれ。ちょっとパスタ、せっかく買ってきたのにテンション低いな。パズくん、はじめまして。はじめまして。ということでね、パズくん全く興味持ってもらえなかったですけど。残念。じゃあパズくん、これはどう？これ。トゥトゥーね。これ実はね、猫用のおもちゃなんですよ。ほら、思いっきり猫の顔が。別に犬でも猫ちゃん用のおもちゃで遊べるんじゃないかなと思って。なんかもっと糸伸ばせるみたいだけど、とりあえずこんなもんでやってみようか。ほら、パスタ。ネズミ。ほら、これわかりますかね。ネズミちゃんです、ネズミ。どうぞ。つけ。お。ほら。なんだこれ。引っかかった。なんかゲロッピより全然興味持ってるんだけど、こっちの方が。あとはね、これもね、昔ドラえもんみたいなうちの母親が買ってきてくれたやつなんですけど、もうね、こんな感じでもうボロボロになっちゃったんですよ。もうこれじゃ良くないなということで、新しいの買ってきましたね。これお気に入りなんだね、パスタの。まあ、すぐね、またこんな感じでボロボロになっちゃうんですけどね。まあ、そんなに高いもんじゃないし。あとこれ、カートの中に敷くように、このジェルマットみたいのを買いました。少しひんやりするやつね。こっちの方が夏はね気持ちいいかなと思ってて、これからさらに暑くなるじゃないですか。となるとカートの中でもすごい暑いんじゃないかなと思っていろいろ考えたんですよ。でその結果これ買ってみました。トゥトゥー、ね、氷枕。これどうすかね。これカートの中に入れて体ねくっつけておけばすごい涼しく快適に散歩できるんじゃないかなと思って買ってみました。ちょっと今氷入れてきてみますね。ちょっと作っといたんですよ。今これ氷たくさん入れて、その中にね水も少し入れて持ってきたんですけど、もうすでにすごい冷たいです。あ、これいい感じよ。ほら氷だったらコンビニとかでもね安くすぐ買えるじゃないですか。だからこれすごい重宝するんじゃないかなと思います。あ、これ買ってよかったな。だ問題はどんだけねこれ水滴が表について水が滴り落ちてくるかっていうことですよね。まあ、ちょっとね今度実際使ってみてどんな感じか見てみたいと思いますね。ちょっとこれ冷た。あ、どうまあねこの部屋涼しいからねそんな気持ちよくないよね。あとこれ肉球のね蜜ろうクリーム、これも買いましたね。パツ先輩これご飯じゃないよ。おやつじゃない、おやつじゃない。多分ねいい匂いすると思うんだよね。ダメ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 ちゃダメ食いしん坊だから。でこれねちょっとねパサ先輩の肉球がねちょっと最近硬くなってきたんで、そろそろケアが必要かなと思って Amazon で1位のやつ買ってみましたね。値段も安かったんでね。クリームっていうよりねなんかちょっと固形のなんか油みたいなやつかな。うんでちょっとね実際これ塗ってみようと思うんですけど、その際にこれねチェストマウントっていうやつなんですけど、こうやってねこんな感じでスマホをここに直接つけて胸元カメラみたいにできるんですよ。これでなんとパスタ先輩の肉球のケアを飼い主視点で皆さんが体験できるということでね。実はねこれ以前同じようなの持ってて、お風呂でね試した動画も一度アップしたことあったんですけど、実はあれ不良品であんまり良くなかったんで、今回ね新しくちゃんとしたのを買いました。バキューン、よいしょ。おしまい。よーし。おしまーい。おしまーい。おしまい。